こんにちは、楽天社員の石垣です。本日は楽天モバイルのポケット Wi-Fi の魅力と申し込み手順について解説します。トピックはこちらの3点です。まずは2つの魅力をご紹介してから、具体的な申し込み手順、従業員紹介キャンペーンとの併用可否について説明していきます。それでは早速解説していきます。それでは最初に楽天モバイルのポケット Wi-Fi の魅力をご紹介します。まずは1つ目の魅力、様々な契約者特典を受けることが可能についてです。ポケット Wi-Fi の契約ってスマホの回線契約とは全く別だから何も特典はないですよねと思う方が多いと思うんですが、実はそうではないんです。ポケット Wi-Fi は専用端末に SIM カードを差し込むことで利用可能です。この差し込む SIM カードは皆さんご存知の最強プランの SIM カードです。つまりポケット Wi-Fi を契約すると、皆さんは最強プランの契約者になりますので、スマホの回線契約と全く同じ特典をポケット Wi-Fi の契約で受けることができるんです。これ意外と知らない人が多いです。最強プランを契約するとどんな特典があるのかについてはこちらの動画で詳しく話していますが、この特典がポケット Wi-Fi の契約でも適用されますので、かなりおすすめです。スマホの回線を楽天モバイルにするつもりはないけど、ポケット Wi-Fi なら楽天モバイルありかなと思っている方、実はこんなにたくさん特典がありますので、ぜひご検討いただきたいです。これがまず1つ目の魅力でした。それでは次に2つ目の魅力、端末を1円で購入可能についてです。先ほどポケット Wi-Fi を利用するためには専用端末の購入と最強プランの SIM カードの契約が必要とお話ししましたが、実は今専用端末を1円で購入できるキャンペーンを開催しています。正式なキャンペーン名は楽天オリジナル製品1円キャンペーンで、キャンペーンコードは1875です。このキャンペーンはポケット Wi-Fi 端末と最強プランを同時に購入すると適用されまして、通常7980円の端末を1円で購入することができます。つまり値引き額は7979円ということになります。端末をこのキャンペーンで1円で購入すれば、その後にかかる費用は通信費だけになります。利用料金は最強プランと全く同じですので、月々980円から2980円で利用できます。こちらのキャンペーンの詳細については、キャンペーンページをよく読んでいただきたいんですけども、注意点2つピックアップします。まず1つ目が、ポケット Wi-Fi 端末と最強プランは同時購入でなければいけないことです。そして2つ目が、1人当たり1回まで利用可能ということです。これはとてもお得なキャンペーンですので、ぜひチェックをお願いいたします。それでは次に実際の購入画面をお見せしながら、ポケット Wi-Fi 端末の申し込み手順を説明したいと思います。まずは概要欄のリンクからホームページにアクセスします。次に申し込みはこちらの欄にある新規乗り換えを申し込みを押します。購入ページに移動したら最強プランを選択します。通話かけ放題のオプションを外して SIM タイプが SIM カードになっていることを確認してください。次に製品選択へ進むのボタンを押します。スマートフォンその他を押します。モバイルルーターのタブを押すとポケット Wi-Fi の端末が出ますので、製品を選ぶを押してください。端末の色を白か黒を選択して、お支払い方法を選択してカートに追加するを押しましょう。カートの中を確認すると、最強プランの SIM カードとポケット Wi-Fi の端末がカートに入っていて、端末は1円になっていることが確認できます。あとは申し込みをして完了です。それでは最後に現在開催中の従業員紹介キャンペーンとの併用が可能かどうかについて説明します。従業員紹介キャンペーンは新規契約で7000ポイントバックの特典があります。7979円の端末値引きと7000ポイントバック、併用できたら最高ですが、残念ながらできません。併用可否については従業員紹介キャンペーンのキャンペーンルールに記載ございまして、7979円の端末値引きのみが優先適用されます。残念ながら併用はできませんが、7979円の値引きはとても大きいと思いますので、ぜひご検討よろしくお願いいたします。はい、本日は楽天モバイルのポケット Wi-Fi の魅力と申し込み手順について説明しました。いかがだったでしょうか。最後に今日のまとめです。専用端末の購入と最強プランの契約が必要。最強プランの契約者特典を受けることができる。キャンペーンで端末を1円で購入可能。端末と最強プランを同時購入する必要がある。従業員紹介キャンペーンとの併用はできない。楽天モバイルのポケット Wi-Fi は端末が1円で購入できて、月々の料金も最大2980円で利用できますので、料金面ではかなりおすすめです。しかも最強プランの契約者の扱いになりますので、様々な特典を受けることができて、料金以上の価値があると思っています。ぜひこの機会に楽天モバイルのポケット Wi-Fi 検討してみてください。よろしくお願いいたします。